物を高くて2024年、5月26日20時5分、まだ晩ご飯買いに行ってないんですけど、ちょっとこっちの方が状況、やっぱりもう確定的。2時間前。2時間前。予想図が違う。で、これは、カコちゃんが、淡井圭介以外の異性と、あれだけ、特に外交、握手なんかしちゃダメよって、お触りしちゃダメよって、手を繋いでるの。ね？しなくていいことをしてるでしょ？意図的に大雨を降らそうとしてる。災害をもたらそうとしてるの。わかる？もうその映像を見てから、この辺、淡井圭介の信じる、相手を思いやる心とか信じる心とかで踏ん張っていたんだけども、僕の犠牲でずっと針になってただけ。本当のことがわかったら、もうこうなる。こっちはどう見えます？僕は苦しんでる？その情報をもとに雨が降る。天が泣いてる話。で、こちらは悪いことをしたところが、本当は大きな災害になるんちゃうかと。そういう予想図。これはこのまま東に行くと東京の方大雨。東日本で、西日本や東日本で大雨警戒。でももうこのレーダーの様子だったら西日本、大雨に見えます？巨人がまた勝ったでしょ？阪神タイガースに。だからよ。アホなんちゃうかって、昔から東京で大雨になってるんだけども、岡本和真も、今までのお金とか支払うっていうことを小声で言ってる時点で、本当は根性ないのよ。大きな声ではっきりと根性あるんだったら、お金払います、淡井さんにって敬語でしっかりと言えるよ。だけども、まあそれで、まあ長い間活躍して会社に残れるような形になるんだと思う。ある程度の成績を上げて。ただ、今年淡井さんが読売ジャイアンツを最下位にしなきゃならないって言って、そこ金満だから本当に。売上が1年間に200億円以上ある年が結構あるから、前後、それぐらい。200億円前後。だから10年ぐらい、10年じゃまあ、法人税23.1%と固定資産税が3億円ぐらいがかかるから、まあ、長めで見てもまあ20年あったら東京ドームはペイできるのと、あともともとジャイアンツばっかり優勝してたので、もうほとんどの、例えば20年間、ペナントレースを行ったら、15年以上、セリーグはジャイアンツの優勝。昔はそうでした。記録見たらわかりますよ。僕のホームページにつけてるから。で、優勝回数とかの一覧表。まあ、西武ライオンズも似たようなものなんですけど、勝っていいとこと言って、勝って良い時とそうじゃない時、わきまえなあかん、本当に。岡本和真が世界の中心？なわけないやろ。金ばっかり見とるからそういう風になんねんよ。全体、その人の人生に何があったか、一番最初から何があったか、それなのよ。で、世界上層部に知れ渡ってるのは淡井圭介であって、岡本和真ではない。わきまえや。簡単やん、人として。で、ちょっとね、多分これ、巨人サイドの、これ15時点ね。まだこれ延長戦。延長戦のもっと前、阪神タイガースがリードしとるとき。だから、加古さんはプラス、東京都プラス、岸田さんも東京都出身の人。で、淡井圭介をみんな助けようとしない。自宅訪ねてね。なんか身勝手な決定を国会でしたんじゃないの？本当は。なんかあります？去年の裁判なぜ棄却したんです？普通あれだけあったら始まる。で、政権が飛ぶことを、吹っ飛ぶことを、恐れてたんだったら世直しなんかできない。自民党が悪かったっていう形で幕を下ろすしかない。いいんじゃないの？最初から一応僕自民党の人たちのことも考えてあげて、
もともと、塩谷さんっていう人いたけども、あの人の、多分娘さん、塩谷議員、今、立憲民主党の女性、もともと、東京都議会の方。まあ、けども、三振と命の請求とか考えたとき、もうコンピューターとか、まあ、コンピューターというよりも、コンピューターもその出てきてる、出してるデータがバラバラだから、もうあの人たちとか、現世で生きてる人たちとか、誰が悪いかっていうところ考えたら、もう簡単だと思う。首都東京、もうどこもそう。だから気象庁のデータに関して、毎年発生している台風の、第1号がどの辺から発生して、どういうふうな形で、通っていったか。どのあたりで、第2号、第3号、第4号、第5号。でもそれ、記録1回全部見れるようにした方がいい。調査する。その時の、野球とかサッカーとかの勝ち負け。世界的に、見てる視聴者の多いところがやっぱり影響大きい。その影響っていうのは、勝てば晴れるじゃないから。全然違う。もうそこまで行くと、法律を分かってないアホ。潔が悪い。阿部さん、あの状態やでって。情けあんの？それでお前ら金稼ぐの？金稼ぎしたいの？って。はぁ？ワールドベースボールクラシックのお前金誰が払ってやら、淡井圭介に。野球界で誰が頭上がんねん。淡井圭介に。全員、申し訳ございませんでしたやろ。で、プロ野球選手の中に警察官混ざり込んで、薬飲むとか言ってきたのが川崎宗則。そいつ俺より年下。フルーツラーパークのバーベキューコーナーで、まず、他の、いろんな業界の人間が先に、淡井圭介が戻ってきた時よ。2007年から8年。いろんな業界の奴らが先に入り込んできていて、辛坊治郎の息子とか、が親戚、秋岡って名乗ってたから、辛坊治郎っていう男はもともと秋岡治郎。あの男も手錠かけられてるから。もう、それも自衛隊に。迷彩服着た。ヘリ乗せられて運ばれてるから。で、だからいろんな業界からの、で、僕より年下の連中がたくさん集まっていて、まあそこに働きに来てたんじゃないかな、川崎宗則。その年じゃなかった。それよりも、1997年、8年、9年、それぐらいの頃、何歳なん、そいつ。だとしたら、その子は、淡井圭介は二十歳前後だから、高校生の中で混ざり込んできた年齢偽ってる警察官いらんよ。もうなんかもう警察官でちょっと警察官同士調査して。身分証明書とかで。無理や、この世の中。もうウィキペディアの情報めちゃくちゃ。それを警察官が放置し始めた時点で、もうみんなもうほったらかしにしすぎ。昨日通報した時に、多分電話出てきた人は、淡路花博修学祭2000年の時の、岡崎さんっていう人だと思う。キッチンで働いていた。で、もともと働きに行く前に、有馬警察署に呼ばれて行った時に、今までのこと事情を話してくれたのが岡崎さんで、まあ、俺が一応そのキッチンの方で働くから、ちょっと俺も飲食業とか働いてたことあるからっていうことで、俺が行くから、何か、相談したいこととか、何かおかしいなって思ったらすぐ俺に言ってなって。もうあの時僕は、だからパソコンとか、パソコンってその、インターネット確かまだ僕繋いでなかったんじゃないかな、あの頃。繋いでたのかな。そうか、ブログを作っていたとしたら、けど、それは、フルーツラーパーク、ホームページは、のパソコン。誰かが作ってくれていた方。で、僕の方は自分のパソコンにどういう風な内容云々とかでいろんな記録をつけていた。それがもともとのデータベース。で、それをいろいろどんなことを記載したかとかで、データ化したもので誰かフルーツラパークで打ち込んでいた。その頃は六法全書見てました。六法全書のことが興味深かっ
で、ああこうなってたのか、ああこういうことなのかとか、まあただそれ見ていても自分が賃金の不払いとかされてることに気がつかないんですよ。全部の法律名通さなかったらわからないから、どの法律見たらいいか、何がわかるかはわからないから、本当に本当に最初は絶対みんなそう。でもその祝日法とかも、その岡崎さんが働いてるた小学生も適用されてない。ファインハイゼ休憩時間30分だった、45分じゃない、歯磨かしてもらえなかった。で、そこも、菅野美穂が来てる。だから警察官がいても、そいつがどんな人間なのか、わからへん、みんな、ほんと。だからそいつは、二十歳になった瞬間に、ヌード写真集出しとるやつで、もともと東山小学校の1年生の同級生だったんだけども、2年生の頃にもう学校からいなくなって、多分何かしでかしたんだと思う。で、そういうような形でテレビに出てる、ほとんどの人間は。でね、ちょっと話がそれたんですけども、その岡崎さんが昨日の晩に通報した時に電話出てきたんだと思う。外から絡んでくる連中、その2名、それとも何回も絡んできてるから、外からごちゃごちゃ言ってこちらのこと。で、チャックも開いてないのに、そいつは股間見ながら、チャック開いてるとか昔から出てきたやつ。で、連れてる男は、こちらも背高くて、ガタイ、また体鍛えてるやつ。かなり。で、十字架、首からぶら下げと。で、電話その時に通報、そいつが通る時に通報した時に、出る人のパターン、電話出てくれる人のパターンで、岡崎さんのパターン多い、本当に。本人が忘れてるだけだと思う。で、岡崎さんの方は眠くなって、僕の方が、朝の4時30分まで、寝させてもらえない状態で、それは多分、スポーツ業界の人間が警察官をしてしまってるからだと思う。横浜 F ・マリノスのアジアチャンピオンズリーグの夜中の2時からの試合。だからそれ終わるまで寝れなかった。それは岡崎さんのせいじゃないんだけども、もう昔からそう。だからもうスポーツ業界と警察官、一回もう全部切り離さないか、完全に。で、それ裁判所の判決がいるかもしれない。じゃなかったら僕は抜け出せないのかもしれない。今、岡崎さんの声でごめんって言ってきてくれてるんですけども、まあ一応、わかんない。これコンピューターが言ってるのか、本人が言ってるかわかんないから。もともと、もうある意味、そのコンピューターでもええから、俺の声で謝ってあげなあかんのとちゃうかとか言ってる時あったから、今警察署内、いろんな人。で、その人は、もうそういうふうなものだっていうことをわかってるから、もう聞いてる方もコンピューターが言ってるのか、人間が言ってるのかわからへんっていう、あるから。佳子さまへの心の声を送ってる時も、コンピューターは分かりやすく伝えてる時とかあるから、負けって言って笑ってんの、カコさんで、自分の方が悪いことしてるの認めてるのに、淡いケースけど顔取ってる。人間関係は本当にこんな状態だから、一致性がないのよ。性格はなんかおかしいのよ、正直。僕から見たらカコさん、カコちゃん、カコちゃんで家で通ってる、本人もで、フミート様と紀子様も、ナルヒト様も、天皇陛下。もう世界中の政府上層部は知ってるから、その話。で、今日は、公務で、男性と握手してるところを何回も握手して、嫌がってるところを、僕に嫌悪感を持たせて、喜んじゃってるの。なんか、ふざけて、相手に対してこう、嫌がることをふざけるようなことをして、喜んでた時期、小学生の頃みんなあったでしょ。で、中学生ぐらいの頃、学校の授業とか真面目に部活に取り組んでいて、そういうふうな行為をしなくなったりとかしてたでしょ。なんかもう、幼稚園児見てるみたい。本当に。失礼な、向こう。はっきり言うよ。法律で名誉毀損、こっちにもあるよ。こっちが使えるっていうこと、その法律。お互い様。で、ふみと様とか、きこ様から、叱っていいときは叱ったらいいですからって言ってもらってる。本当にそうじゃなかった。バランスが保たれへんから。コンピューターが攻撃しかけてくるから。
なんか社会的地位を考えすぎてる人間が多すぎるの。それでコンピューターが稼働してる可能性もあるのと、元からそういう設定の可能性がある。コンピューターがこいつを守るために。まあ、アホちゃうかって思ってる本音で。もう今日、もう有馬警察署とかこの辺の地域の人間、みんな覚えといたい。今日朝からずっと快晴だった。台風に備えてきたから。もうその、アホの握手する映像、何回もあれ、多分何回も握手しそう。車から降りて。いろんな3種類ぐらいのパターンの映像を見とうから。もうそれしょっちゅうするから。あの子。あの子じゃん。もう今年30。子供じゃない。そらな、なんかもうどんよりしとう。ちょっと待ってよ。さっき撮影した時のどんよりよりも、ちょっと明るくなってるわ。本当のこと言って気が晴れてるからか。なんか、どんどんじゃ、次々本当のこと言わなあかん。星見えるぐらいやから、一応ちょっと映らないかもしれないけど、あの辺りに星が見えてるから、空自体は様子先よりマシになってる。もう一時本当に真っ暗な状態。だから、わからん。カメラで証拠を映した時に天気の模様までだいぶ変わるから。二十歳ぐらいの頃も、これ。で、途中で出した結論が、岡崎さんとかだってあの当時からそこいたから、覚えてくれてるかもしれないけど、結論、手に負える気がしない。だって普通理性があったら、異性との握手を青江さんに注意されたら、どこの普通現場でも、まあ、特に同性の人間で、後輩で入ってきた人間、言うこと聞きようから、ちゃんと。そんなアホなことせえへんから。だからメガバンクはどうのこうのみたいな話してるけども、メガバンクはエロ業界開いてるから、倒産したところの土地建物、フィナンシャルグループ、銀行とか法律を見たときに、他の業種としてはならないみたいなこと書いてるけども、銀行が、金貸してるから不動産差し押さえて銀行の持ち物にしておかなかったら資産がなくなる。まあ担保ってやつやん。でこれを今度売ってるのが不動産屋や。証券会社と、あと製薬会社もワンセットになっていて、これが財閥で、薬の力使って相手を脅して、屈服させようとしていた。その大元を辿っていくと、結局皇族で、国連。で、一番最初にどこの国がそのシステムを導入したのか、その日本なのか、ヨーロッパなのか、アメリカなのか、中国なのか、これちょっと教えてほしい、知ってる人がいたら。正直な話で、本音で。もう今更の世代の人たち全員手に負えない状態。先の世代の人たちが世界中でそれしてしまってるから。で、国連の中で、その薬、精神病院の精神の生産されなくなる薬を一切使ってない国ってどれぐらいあります？それ教えてほしい。わかる人いたら。多分、国連の上層部の人たちは、このむちゃくちゃなこのコンピューターの統治の仕方とか、本当は嫌がっていたり、本当に真面目な人であればあるほど、この状況って無茶があるっていうこと分かってるから、もともとは、それ始まりで他の国、皇帝とかもう終わってるから、中国とか、フランスももともと皇帝制度。で、もしかしたら、国連の中で、それなかなか言えないんだとは思うんですけども、コンピューターに支配されてない地域、ある種支配を受けてるから、みんな。ある一定のコンピューターの解釈とかで。で、そこに、スーパーコンピューターの判断とか、その人たちを元にして、判断を下してる可能性があるか、それをしなかったら中立性がないのかもしれない。社会的地位の方が優先順位が高くなって、今、引く取られてる。多分、取ってる行き先、カオちゃん。言っただけでこっちはカオ取られる。向こうは負けを認めて、負けって言ったらもう笑い始めようから。僕から顔取って。僕の性格的な良い部分とか。あとは精神的な部分とかで、その日一日の楽しめる時間とかは、みんなある一定の割合があったとしたら、それを割り算式で時間として取りよう。だから楽しくなる。人の幸せを奪ってるの。これがコンピューターの世界の仕組みで、プロスポーツ界の得点の入り方。相手の幸せ奪ってんねん。もう優勝順繰り順繰りで終わらせ。プロ野球界、
俺の方が上や。恩をあだで返そうとすんな。他のどうせ青江圭介より年上だと思ってるアホの連中が見とんやろ。議員、もう悪いことしてしまった後や。全員や。岸田さんなんか、この間の会見で、まあインターネット上の動画だから青江圭介用に合わせて動画流してきてるのかもしれないけども、ムーンさんとの会談で岸田さんが涙流しながらごめんって言ってる映像は見た。青江圭介に謝ってる。首脳会談中に韓国の大統領なんか変な映像みんな見てなかった。大越キャスターの時、あの人なんかあるやろ。ムンジェイン大統領の任期まだ終わってないでしょ。でその新しい韓国の大統領大越さんそっくり、玉の家系の人や。そういうのはこの世界よくある、よくじゃない、ただあるから。あの台湾の総統だった人も僕の家の横を通りながら本当は日本語ペラペラ。さ、この間のニュースの人、若い男性けども、あの人本当はあの人の方が前なんちゃうか。蔡英文さんより大統領になったの。ちょっともう順序なんかもう順序バラバラ。多分二十歳ぐらいの頃の僕の家の横を通りながら大声で向こうで言ってくるわって笑いながら言ってるんだけども、何を言うつもりだったの。多分その人もう僕二十歳ぐらいの頃フルーツアパークのバーベキューコーナーで働いてる、もしくは2007年、もうどちらか絶対それは間違いない。でそれから多分蔡英文さんだと思う。このちょっと前に去年、階段降りて行った後に、なんか止まってる車があって、でなんかやたらと絡んできようなと思って、一応運転席顔を見て、でもう日本人みたいな顔しなかったから、誰やねんこれって思って、まあ失礼な言い方ですけども、もう分からない、これで多分分かるやろうと思って、こっちが分からないっていうことが、でこうやってで歩いて行ってたんだけども、ドゥテルテさんだった、元フィリピン大統領で、フィリピンの大統領になる前に秀和株式会社の北神戸店に来て、日本の表記してる人口と実際の地図の家の件数を見て冷や汗垂らしてた。日本の表記してる人口は全然違うから、これどっからどこまでだと思いますって。本当に朝鮮半島と台湾と満州国で本当に1億2000万人いますって。高校野球とかのエントリーしてる高校の数が3800校ぐらいあるかないか、2024年の春の選抜で実際にある高校の数が、まあ4800ぐらい、今4500ぐらいでもおかしくないと思います。変じゃないと思う。距離的な部分で残してるだけなんだと思いますよ。クラスがこう、クラスの数が少なくなっていって、だからこれフィリピン本当のところ日本の面積見たら日本で4000万人いるかなどうかなぐらいだったとしたら、フィリピンも本当は4000万人いらっしゃいますぐらいなんじゃないんですか。分かる人いますって。でドゥテルテさんがまあ大統領になったな、教えてくれるはずだからとかなんかそんなこと言ってたんですけども、わかんない、昔の1億2000万人の数字、日本一応フィリピンとかインドネシアまで進出してたから、もう余計ややこしいこの世の中。以上。